ちゃっ、こんにちは。はい、ね、強いチームからお越しの、いや、ね、上田剛さん、ね、ね、初優勝というか、剛が初めて優勝した時は、はい、真中監督だったんで、ね、そうです、2015年、はい、で、まあ、高津監督で終わるという感じなんだけども、はい、真中と高津の違いって何なの？似てるんですよね。あ、似てんの？結構似てるんですよね。外野手とピッチャーなんだけど、はいはい、それでも似てる？なんかそうですね。どういう育て方をしてるの？真中さんは結構こう細かいこと言わないというか。ああ、言わない言わない、はい、もう、いや、もうこうツーボールだったら思い切っていけよみたいな、うん、別にそれが凡打でもしょうがねえだろうみたいな感じで思い切っていけみたいな、うん、結構こうこっちのメンタルをこう安定させてくれるというか。おお、そう、はい、うん、なんか失敗恐れんなみたいな、うんうん、もう思い切ってやれみたいな感じのでしたね、真中さんは。で、練習生練習生とは言わないですね。なんかキャンプとかでも僕結構不安症だったんですよ、うん、なんか練習しないと怖いみたいな、うん、練習終わった後とかにもずっとこうマシンを打ち続けてたんですけど、なんか僕の倍打つのが雄平さんだったんですよ。ああ、好きだもんな。もマシン打撃2時間3時間にできる。分かる分かる。でも真中さんはなんかお前そんな打ってたら逆に打てなくなるからやめろとかって言ってたような感じだったんで、とにかくもうあんまりこう練習をガン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 やらせるというよりかは休養も練習だっていうような感じで。明るいしな、真中は。そうですね。そうでもないの？いや、真中さん監督の時、高津さんがピッチングコーチで、ヘッドコーチ三木さんで、宮根さんがバッティングコーチで、杉村さんとバッティングコーチでいた時にものすごいこう仲がいいというか、監督コーチ陣仲いいよな。めっちゃ仲良かったですね。あの一体感も僕は好きでした。すごい。まあそうだな、まあ、でもそういう一枚岩になるっていうのはすごく大切だよな、うん、で、高津はどうなの？高津さんはなんかすごいこう座ってる感じ、まあ、マスクもあるからそうかもわかんないんだけど、怖そうな感じ。真中はあの立ってんのか座っててんのかわかんないぐらいで、あのこうやってフラフラニコニコいろいろしてたけども、はい、高津はこうどっかり座って目を見据えてるというか。そうですね。で、高津さんはピッチャーには厳しかったですね、うん、やっぱり厳しかったと思います、ピッチャーに対しては、うん、僕はそれ1年監督高津さんでやりましたけど、それはすごく感じましたね、うん、だから僕 の, そのアフロも高津さんやからできたんですよ、結局。それ許してくれんの？だからいや、それは真中だったら手叩いて喜んでるから。いや、わかんない。俺は絶対真中そういうタイプだと思うよ。やっぱそのこうキャラをしっかり立たせてくれたっていうのがありますね、高津さんは。じゃあそんなに厳しくはない？うん、野手には。いや、怒ったりとかは別になかったです。ないよ全然。でもあの優勝する時に言葉絶対大丈夫って、はい、そういうタイプ、こう信じ込ませるというか。ああ、そうですね。言葉にすごい力あるっていうか、ああいうなんか節目節目で高津さんがいつもこう熱く語ってスピーチしてくれるんですけど、うん、そういう言葉はかなり結構選手たちには響いてたと思います。真中はそういうことはしたの？真中さんもたまに、まあ、たまでも高津さんはやっぱり開幕で例えば負け込んでる時とかで、前半戦の終わり後半戦の始まりとか、その節目節目で絶対こういう感じでいけたら大丈夫だからっていうような感じはありましたね、うんうん、なんかその僕たちのモチベーションを絶対下げないようにはしてくれてました、うん。野村さんがさ、かつて監督の時に、はい、ID 野球だとか、はい、いろんなことがあって、はい、その野村さんが残した功績っていうのはヤクルトの中で生きてるの？まだ。え、全然もうめちゃくちゃ生きてると思います。ああ、そう、はい。まあ、例えばそのデータの取り方でも、はい、野村さんの取り方って全然違ったって言うけど、はあ、まあ、他のチームを見てないから分かんないけど、はい、でも克明に出してくるって、そういうことは残ってるんだ、野村野球って。残ってると思いますね。だって僕もちらっと他のチームのこと聞いたことありますけど、え、そんなミーティング時間長いのって言われたこともありますし、大体、うん、どのぐらいするの、ミーティング時間。カードの頭で 3,40 分しますかね。結構それ毎試合？それはカードの頭だけ？いや、毎試合します。 3,40 分します、します、します。毎試合やります、毎試合。もうこの日の先発ピッチャー、この日の先発ピッチャー、この日の先発ピッチャーって毎試合やります。俺らの時、何々かもってかも。いやいや、ちょっと待ってくれと。だからスコアラーね、俺の後輩だったんだけど、名前でちょっとあえて出さないけどね、何々まっすぐを、ま、投げてくるかもって書いてある。いやいや、かもは誰でも書けるからって、そんなミーティングなかったろ。でもそれはないと思う。それはないよな。それはちゃんとこうパーセンテージで出してこう。やっぱパーセンテージなんだ、はい、何パー何パー何パーってちゃんとこう グラフにちゃんと出して、まあ、例えば初球から、はいはいはい、2球目とか、ボール先行カウントとか、はい、そういうので。
ちゃんとすごいなやっぱりな。えでもそれが普通だと思ってました。まあそれに近いことはあるけど、はい、パーセントで出てきたことはそんなにないわ。本当ですか、うん、カモはなかったですね。傾向みたいなのあるけどカモばっかりだったそいつが書いてくるやつは。俺がいる時からカモばっかり何々カモ何々カモ何々カモ、おいこれじゃカモにされる。いやいや本当にそうですね、うん、でヤクルトのその今目につくのは若手がものすごく優秀じゃない。優秀ですね、すごいと思います。これはやっぱスカウトの力っていうのも大きいと思うけど。いや大きいと思いますね。いやもう本当だから浜田とか、うん、内山、うん、丸山あの辺すごいですよね。長岡、長岡、竹岡すごい。いやいやこれずっと俺ヤクルト強いのが続くと思うよ。いや僕もそれ思います。やっぱ思う、思います思います。だって中村の後に内山がちゃんといるもんな。はい、もうあんなのもう僕普通に首位打者とか将来取るようなバッターになるんじゃないかと思ってます。内山が、内山とかなんか2年目っぽくなくないですか。あのいやあの落ち着きはちょっと体のサイズがちょっとちっちゃいんで、怪我とか、はい、そういうのはちょっと心配だけど、はい、でもうまく使うと本当にいい選手になるだろう。なりますよね、うん、僕もそれ思います。ほんで俺竹岡が出てきた時に、はいはい、え長岡よりいいんじゃないかって思わせるような活躍があったじゃん。はいはい、はいはい、ありましたね。実際やってみててどっちの方が上なの。いや僕だから2020年最後の年長岡竹岡あの1年かぶってるんですけど、ちょうどキャンプの春のキャンプでサイトでやった時に2人がちょうど高卒1年目で入ってた時に、うん、竹岡の守備見た時にまずこいつうまっと思って、うん、ほんで1年目ってどっちかって言ったらこう頑張っちゃうじゃないですか、うん、キャンプこう頑張りすぎるよな、過ぎちゃうじゃないですか、うん、で怪我したりとか、うん、あいつら2人はマイペースなんですよ常に、うん、もうあもうやばいんでちょっとやめますみたいな感じだったんですよ。それにドバスさんが怒るみたいな、うん、あいつら舐めてんじゃねえやとか言って、うん、でもやっぱ落ち着いてましたね、うん、2人はずっとかなり。でもパッと見た瞬間どっちが上だと思った。僕はでもバッティングはやっぱ長岡でしたね。あやっぱそうだ。長岡はもう入ってる時にあこれはもうすごいと思いました。ちっちゃいのにもうバッティングしたらそのバカバカスタンド行くんですよ。なんだろうこいつって、この前まで金属バット持ってたのに木のバットになってこんな簡単にこうバットなんかボール乗せて打つみたいな、うん、でショートゲームやっててもやっぱり芯で打つっていうことに関しては、うん、長岡はちょっと長けてましたね、人よりかなり。でもその竹岡も魅力があるんだよね。そうですね、守備は竹岡うまいですよ。ああそう、はい、いやヤクルトのその教え方な、いいバッターが育ってくるよね、はい、あれは誰のおかげなの。長岡とか竹岡はやっぱ大松さんじゃないですかね。大松が、はい、教え方うまいんだ。大松さん結構僕も教えてもらいましたけど、うん、分かりやすかったですね。ああそう、大松さんは、はい、結構大松さんはもうだってもう1年目の時に長岡にあこいつもう絶対もうすぐ出てくるわって言ってたんで、で案の定出てきたんで。いや長岡見た時に最初になんてこんな若いのに無駄がないんだと思って。ああ、はい、もうザシンプルじゃないですね。構えてトップに入れておいて、はい、来た球をバットを落としていくってすごいよな、はい。あいつはもういきなりのデビュー戦でソフトバンクの2軍だったんですけど簡単に打ちましたからね。コーンってクリーンレフト前にカチーンって打ったんで、おすげえこいつやっぱすごいわと思って。やっぱスカウトの目っていうのはやっぱすごいよな。いやすごいですね。何を見て何が良かったのかなみたいな。でもあれだよ、今高校教えてるかもわかんないけど見落としてる部分ってあるかもわかんない。あ僕がこいつの本当の能力に気づけてないっていう、だからスカウト一回連れてってちょっと100人近くいるわけでしょ、はいはい、目につくのちょっとピックアップしてください。なるほど。いやそれいいかもわかんない、はい、本当に、はい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 、だから教えるだけじゃなくて隠された能力があって埋もれてる可能性だってあるからね、100人ぐらいいたら、はいはいはい、だから一回連れていくといいよ。でもヤクルトにスカウトされてんだからね。いやまあそうですね。いや素質はあったんだよ、遊びを覚えるのが早すぎたんだよ。早すぎですか。だいぶ早かったように聞いておりますが、私はこれだけ能力が高くて3秒揃った選手で、ね、もったいないって言って。あいやもう本当終わって気づくことがたくさんありますね。本当に正直言って今後悔していることっていうのは何。自分の体のことを知らなさすぎた。あなるほどな、はい、もうここは一番後悔します。いや本当に上田剛志、
俺もこう若い頃からこう解説をしてたけども、はいはい、あ、なんでこの子がレギュラーになれないのかなって思った瞬間がたくさんあって、なんでこの能力は出せないんだろうって。俺はレギュラーの能力は確実に持ってたと思う。そうなんですか。そうなんですかじゃないよあなたのことだよされてるのいやそうなんだよ、はい、でなんで出てこないんだろうなと思って、なんかこう今自分で反省してる部分っていうのをちょっと聞きたいんだよね。いやもう本当体のことを知らなかった、はい、あとは思い切りが出せなくなったっていうところが、怖さが先に来ちゃったっていうところがありました。僕はもう本当最後はなんか変にこう一軍控えだけど定着して、で中堅で変なミスもできないし下手なことできないしっていうので、出始めた時っていうのは失敗も怖くないし、自分がミスすることに対しても別にそのもちろんすいませんっていう気持ちはあるんですけど、もうとにかくお前たち一生懸命やれよっていう形だったんで、それが僕はすごく良かったんですよね。でもそういう気持ちでずっとできなかった、途中から怖さを覚えてしまったっていうのが一番ここ原因なのかなと思います。こう見てて分かるもん、若い時はピチピチして思い切って、はいはい、うわいいプレーヤー出てきたなと思ったら、やっぱもう言われるように中堅になって野球が小さくなってきたもんな。そうなんですよ、もう本当大事に大事にやりすぎた、うん、もう当たり障りないところでやっちゃおうみたいな感じが、僕はもうそれが一番後悔してます僕は。そこです。あの体のことをよく知らなかったっていうのは、今後プロ野球に入ってきて活躍しようとしてる人にすごく大切なことだと思うんだけど、はい、具体的に言うとどういうところなの。いや、 やっぱもう僕このずっとプロ野球見てきて、パッて出てきた選手って大体大事なところで怪我するじゃないですか。でレギュラー取れないみたいなパターンが多分結構あって、いろんな選手もそうなんですけど、だから、まあ、強さも その口だよな。僕ももう本当大事なところで怪我ばっかりしてたんで、うん、なのでそのこれはもう青木さんに言われたんですけど、あ、張ってるなとかちょっと違和感きたなで治療してたらもう遅い。その自分は大丈夫と思ってても体はもう正直だから、絶対どっかに疲労が入ってるから、常に体をケアすることが大事だし、自分の体をちゃんと知らなきゃいけないっていうのを、まあ、言われてて、で僕はもう大丈夫大丈夫と思ってて、自分で体は痛くないし全然大丈夫大丈夫と思ったけど、結局疲労溜まってて最後にでかいのがドーンってくるみたいなパターンが多かったんで、やっぱりこう体をちゃんといたわってあげるっていうのは、これもう野球選手で一番大事なとこかなって思いますね。そうだな、だからこっちとこっちとこっちのお金使って自分に投資できなかったという、そうなんですよね、そういう反省の話でした